ごきげんよう。というわけで、はい、まあ、最近のガラルファイヤーでね、またパーフェクションが強化されて PJCS でも結構多かったみたいなんで、はい、まあ、ちょっとざっくり組んでみたのがあるんでね、その強さを体感していこうかなと思います。了解です。よろしくね。 OK、 じゃあお願いします。お願いします。かかってこいや。最初はグーじゃんけんぽい。はい、1個で勝。負けた。先行。はい、わかりました。このデッキはかなり難易度が高いと聞くぜ。うわー、 OK。 不思議な手札だよこれは。まあでも多め悪かない。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょっと初めに出したくないんだけど、ね、メンメンです。ジェルビルベンチ、はい、ハンドロークマリンです。1エネはね、これ貼っとくのは大事だと思う。前だけど資料で。それはかなり気持ち悪いことをしてくれるね。1枚220まで来ると困る。なるほど。200ならいい。じゃあ大丈夫、うん、とりあえずタックフォルから使うわ。はい、最強のカード。ちょ、先謝っとくわ。あのね、こんなカード入ってた。ハチクマンと、はい、手札がね、かなりいろいろパーツが来すぎてるので、ここ2枚で。ここはじゃあ夏目ハチク使おう。はい、基本 A2 枚手札に持ってくるんだけど、追加で手札を5枚捨てると、さらにタイプが違うポケモン3種類持ってくれる。チームがたくさん揃った手札に、まあ、ガラルファイヤー、はい、で水タイプのニューラ、あ、デレネジ X で、悪エネルギーも2枚回復しましょう。はい、ちょっと手札見ますね。若干おとなしめでいくわ。若干ね。若干ね。でここでちょっと走り始めるとね、ちょっとダークシグナルがうざいんですよ。はい、ガラルファイヤー V 出してニューラも出します。はい、でもデレネは出さずに、ジャイアント翼使用しておきます。はい、悪エネルギーを出まして、はい、出ちゃったからにはこいつで戦っていくか。今1円で出る分かなり深いけどね。かなり深いよ。やるわ。やる。この対戦は悪エネルギー6枚はたまらない。なるほど。からじゃ使います。パーフェクションで、トラッシュの GX ポケモンの技コピーできるんで、はい、1円でデッドムーン GX で、はい、次の相手の番、手札からトレーナーズ出して使いません。トレーナーズを出して使いません。終了。なるほど、うん、深いね。1枚これはこれをやるしかないんだ。デデチェンジ、はい、でトラッシュします。オーケー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 。結構痛い。オーケー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 。進化。はい。で、方向は使えるね。方向は使います、ね。方向は使います、ね。使います。いや、このパン、下技で殴れるのか。一撃ね。はいはいはい。上に貼ると。なるほど。手張り落ちるんですよ。はいはいはい、はい。一撃ね。手張りして、このままかな。なるほど。よしよし。鉄鋼の刃を使います。ダメ感が乗ってるんで、80追加の、一撃2で200。その200は、きなくせえな。1枚。いや、1円でデッドムーン強い。1円でデッドムーン強い。強い。ありがとうございます。よろしくです。クイックオールで。はい。まずは、まあ、マニューラ捨てるところから始めよう。なるほど。まあ、ガラルファイヤー V にしようかな。はい。まあ、ちょっとオーラバーン目指しに行くわ。こいつはベンチ出すわ。はい。で、デレジェンジで。じゃね、ジャークオーラは、ちょっと、ジャークチャージか。今回使わないわ。ジャイアンの翼で。はい。まあ、1枚つけます。つけます。手張りします。はい、ポケモン入れ替えで。はい、別で殴ろう。どう。じゃあオーラバン19で気絶だね。はい、19でのは30のノックバックがあります。サイドは2枚。190か。190ないな。これ側からで1枚いきます。最後切るかい。9個でコストラ。厳しいぞこれは。期限がある。そうだね。はい、もう一回展開し直しますわ。で、ベッチ、はい、デルビルも入れてきます、うん、で、前に風船も出して、はい、スネマリは俺に来て。ラッキーベンチ。スタジアム入ります。玄側に入ろう。うん。と、悪の方、ラッキートラッシュ。で、2枚。うん。ビルビル置いといて、はい、風船で逃がす。入った。一旦くれ。出た。終了。一旦どうしようかな。1枚引きます。タックコレ。はい。サイドから回収できた夏目八九万と、ブラッキーダークライ回収しておいて、はい、夏目八九万、そのまま打ちます。はい。だから基本で2枚までなんで、まあ、基本悪エネルギーを2枚回収しよう。そっちはそんなに急がなくても大丈夫です。まあ結構今進んでるからね。うん、ファイヤーに手張り、はい、しておいて、じゃあ円で使うエネが今ないので、はい、逃げたところで1エネルだけだから、はい、まあ、このままいいでしょう。オラバンで。はい。がこれで60減っていきます。ゼロゼロバット。はい、了解。2枚で4枚。はい、後ろ進化。はい、下ポケツーでポケツーです。ゲンガーで。ゲンちゃん。はい、ハッピーバースデー。お香も使います。ブラさんか。
と。で、裏進化で、ここも進化で、裏 TI じゃない、タンクシグナルで、そういう意味で。5年ぐらい前に生きてますね。ヘルガーに一撃ね、やっぱり。はい、任せた。なるほど、了解。幽霊飛ぶのは嫌だな、俺としては。一撃の方向からだ、ここで。はいはいはい。あー、どうしよう。で、ここはもう使わんでなんで、悪の塔でヘルガーと出しで、はい、そろそろ戻しときたいが、圧力の壺です。はい、了解。今に戻します。もう一回使えるけど、192回は、まあこの辺につけとくのはありかもな。食らっちゃうもんね、うん、192回だと、そう、打点調整意味なくなる気がするから、うん、前の一撃の方向もじゃあ、使っときましょう。圧力で戻したやつを、フラッグにつけます。190でしょ。ああ、まあ変わらない。出します。なるほど。で、盤面がしてまいりましてで、いきましょう。エルカ出して、じゃあこれで、闇の牙で一撃に見事96回という。再生3本。場のエネワールだって感じか。なるほどね。お願いだ。この番どう、この番頑張ったら勝てそう。とりあえずデレンデマイでいいや。はい、1枚。うっぷす。ポケモン通信で、はい、なんか入ってたわ。こいつ戻して、ガラさんね。うん、ちょっとこのデッキの、本会を果たさせていただくわ。はい。一旦ガラルファイヤーを持ってきておこう。はい。で、まだ触る。もう一回ポケモン通信で、はい。ブラッキーダークライ戻して、マニュラジェックス回収と。はい。しておいて、ちょっとトラッシュだけ見させていただいて、で進化して、ちょっと特性使っとくか。一応ガラルファイヤー出してジャークチャージで、はい、高出した時、アクエネルギー2枚まで付けれるんですけど、1枚しかありませんでした。とりあえず1枚で、邪炎の翼使用します。はい、ここつける、ね、結構溜まってきたぞ。これでいけたんじゃないか。シャドウコネクションで、はい、1エネでデンデンに動かします。はい、で、ミュウミュウを出しておいて、1エネ切って逃げます、はい、前出る、シャドウコネクションで全部こっち寄せます。で、サイド3だからボスで出んね。ボスで出んね。呼んで、パーフェクションで、グリードクラッシュで、この技のダメージで相手の GX、X 気絶したらサイド1枚よく取れるんで。なるほど、そういうことか。210で勝ちだな。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。まあ、正直出さなくても手張りでよかったんだけど、綺麗だね。ちょっと特性扱っておこうかなという感じ、はいはいはい。まあ、夏目八区からさ、今はちょっとブラッキーいたから打たなかったけど、夏目八区からこいつとアクエネルギー2枚持ってこれるといつでも指導できますよっていう感じでした。なるほど、うん、いやー忘れてたわ